はい、どうもひこもんです。この間購入した DJI Osmo Action 5 Pro、 購入一発目の動画は割と軽口だったと思いますが、その後のアップデートでだいぶ良くなりました。 DJI 製品は毎回発売後のアップデートで良くなっていく感じです。その辺を見込んでね、購入してるわけですけど、やはりこちらもそうでした。まあよくね、あのクオリティで出したなと思わなくもないですけどね、やってくれました。私が不満点だったのはね、主に2点。まず1つ、ワイヤレスマイクを接続した時の表示がでかくて長い問題。それに関してもね、解消されました。表示がね、ちっちゃくなって、さらにね、表示時間が短くなりました。ではつけてみます。来ました。フロントウィンドウに関してはね、表示されなくなりました。1つ前のアップデートではね、ちっちゃく表示されてたんですけどね、ついになくなってしまいました。イエス、フロントウィンドウに関してはね、必要ないです。このマイクバーが動いてる時点で接続がわかります。今度こっち見てみます。来ました。ちっちゃくなった。で、短い表示が2段階になりましたね。さらに短くなりました。ただ問題はね、録画なんですよね。このクイックショットで録画します。ここです。まだ録画されてるかどうかわかんないんですよね。ここでやっとわかります。この赤いカウンターで足りランプをなくした問題ですね。少し待つだけなんですけどね、それが嫌ですね。だからこの辺をね、全部赤枠にしてほしいななんて思うんですけどね。ソニーの ZV-1 とかそうなってますね。この画面の枠が赤く表示されてれば録画されてるかどうか一目瞭然です。その辺の画面設計ならね、アップデートでなんとかなれそうですけど、なんとかなれませんかね。フロントウィンドウの方も見てみます。こんな感じです。あ、まあ表示が短いからね、すぐわかるんですけどね。フロントウィンドウに関してはまあいいでしょう。すぐ消えてくれます。だいぶ良くなってます。フロントウィンドウもね、すごい長く表示されてましたからね。とりあえずワイヤレスマイク接続時の不満点は解消されました。録画がちょっとわからないっていうのが解消されてないですけど、まあ我慢できるレベルになりました。2点目です。夜、前のはね、なんか濡れみたいになっちゃってるんですよね。ほんとあれはひどかったっすね。よくあれで出したなっていう感じです。私的にはね、昼が撮れてればまあいいかななんて思ったんですけどね。ちゃんと夜もね、ブラッシュアップしてきました。動画撮影してきました。まずはスーパーナイトの方を見てもらいます。どうでしょう。普通に見られるレベルになりました。普通に歩いてるんですけど、ブレもそんなに気になりません。最初からこれだったらね、びっくりしちゃうんですけど、何回目かのアップデートでこうなりました。ちょっとしばらくご覧ください。まだ色味に関してはね、なんかできるんじゃないかななんて思いますけどね。続いて通常モードでご覧ください。こっちの方がね、現実に近い明るさです。私はこっちの方が好きですけどね。普通に歩いてるんですけどね、ブレもそんなに気になりません。すごいぞ DJI って感じです。Thank you.
この間の秩父旅行でもね、活躍してくれました。薄暗い宿内でもね、しっかり撮れててびっくりしました。その動画はこちらなんですけどね、動き回ってるんですけど結構ブレずにね、よく撮れてます。あと洞窟の中、しっかりと撮れてました。素晴らしいです。本当ね、 DJI のカメラは数回のアップデートで良くなると思った方が良いですね。なんかね、ドラゴンボールのフリーザーみたいな感じです。変身をね、何回か残してるっていう。てなわけでね、すでにいろいろ撮影してますが、買ってよかったと思える製品になりました。もう少し変身残してると思います。次のアップデートが楽しみでござる。